東亜新秩序。東亜新秩序は、昭和13年、1938年11月3日、及び、同年12月22日に、時の内閣総理大臣、このえふみまろ、第一次、このえ内閣が発表した声明。反共主義によるものと、反アジア主義によるものの両方を含む。ただし、東洋文化については、日本文化を、ますます純化発展させ、 中国文化その他に新生命を吹き込んで公正再建させるところに新文化の創造の要定があるとされた。当時中国の人々は徳に対する受感性は特に大きいもののメンツにおいては競技を尊び、実践においては時代主義を尊び、誠に原稿が不一致であり、管理においてはピンハネやワイロが横行していたとされる。また中国の学生は 予備教育を受けずに、正味の学問へと進みたがり、政治運動に時間を浪費し、学問の精神が培われず、そのため自然科学が起こらないでいるとされた。1923年、中華民国の鉄道において、臨場事件が起こり、多数の英米人が被害を受けたため、英米を中心に列強による、中華民国の鉄道警備管理共同案が議論された。また、 中華民国の内政すべての共同管理案も議論されていた。この共同管理案の勝手な議論は中華民国革命政府側の反発を招き、中華民国革命政府はソ連へと近づいた。1924年、孫文は大アジア主義公演において西洋文化を取り入れながらも東洋の王道、道徳人儀及び国家的道徳により、 西洋の波動に対抗することを主張した。また、孫文は東の日本及び西のトルコをアジアの最も信頼すべき万平であると評価した。ただし、革命に始まる孫文が協力者の赤路を評価していたのと異なり、孫王論に始まる近代日本はロシア内戦の頃より赤路を敵視していた。孫文の死後、小介石は反共主義方針をとり、 国境内戦へと突入させた。その後、蒋介石は中層紛争を行うが、ソ連に敗北してしまい、ソ連とハバロフスク議定書を結んでしまう。1932年、日本は東三世において王道政治を掲げる満州国を誕生させた。1933年5月、ソ連のトロツキストとつながりを持つとされる、元ドイツ参謀のハンスフォンゼイクトが、 小解析の軍事顧問となった。1935年5月2日、税府との提案に基づき、中華民国秘密警察の乱医者が、新日洋人へのテロ事件を起こしたため、日本は抗議し、1935年6月27日、日本と中華民国は埋めず、何を禁協定を結んだ。日本は国民党政府側に、外務党より、 ライル石化勢力の脅威化日万主三国共通の脅威たるンムシナ側をして外毛雪上方面にお手右脅威排除のためはが、方の希望する諸藩の施設に協力、せしむることを提示したが、交渉に失敗する。1938年1月16日、この絵踏みまろは第一次、この絵声明において、自国国民政府を対使とせず、 帝国都心に提携するに足る新興シナ政権の成立発展を期待しぜと両国交を調整して、公正新シナの建設に協力せんとすと発表した。経済統合については、世界恐慌や政治的意図により起こされたブロック経済の問題があり、経済戦において日満主経済ブロックが必要とされていた。また、ソ連の第二次五カ年計画完成による、 極東軍備の完成及び、石化構成の強化は差し迫った危機であった。ソ連からの亡命者の原理不利指向フの情報により、日本の軍事力がソ連に追いつけないことが判明することとなる。昭和13年11月3日付、今や陛下の追いつにより、帝国陸海軍は、よく、関東、武漢三鎮を攻略して、シナの洋上を勘定したり、 国民政府はすでに地方の一政権に過ぎず、しかれども同政府にして、抗日要求政策を固執する限り、これが壊滅を見るまでは、帝国は断じて、歩行を収むむることなし。帝国の気球するところは、東亜永遠の安定を確保すべき、新秩序の建設にあり、今時政戦究極の目的またこれに言います。この新秩序の建設は、日万資産国いたずさえ、 政治、経済、文化等各派にわたり、五助連間の関係を樹立するをもって、根幹とし、東和における国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり、これ、実に東和を安定し、世界の新運に寄与するゆえになり、帝国がシナに望むところは、 この党は新秩序建設の任務を分担せんことにあり、帝国は、島国民がよく我が真意を理解し、モテ帝国の協力に、応援むことを期待す。もとより国民政府といえども従来の指導政策を一滴し、その人的構成を解体して、構成の身を上げ、新秩序の建設に来たり参するによっては、あえてこれを拒否するものにあらず。帝国は、列国も、 また帝国の意図を正確に認識し、東和の新情勢に適応すべきを信じて疑わず、中んずく、明宝諸国従来の行為に対しては深く、これを騒とするものなり。思うに、東和における新秩序の建設は、我が朝国の精神に延言し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる公栄ある責務なり、帝国は必要なる。 国内諸般の改新を断行して、いよいよ国家総力の拡充を図り、万難を廃して、事業の達成に邁進せざるべからず。ここに、政府は、帝国不動の方針と決意とを声明す。1940年11月30日、日本と中華民国、王朝明政権は、日華基本条約を結び、日本と満州国と、 中華民国、王朝明政権の三国は共同で日万華共同宣言を行った。1941年には、河北に河北防教委員会が設置された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。